浜田だけは日本の俳優。本名、同じ。東京都出身。独協高等学校中退。スターダストプロモーション所属。愛称は学君。9歳の頃に芸能関係者にスカウトされ現在の事務所に所属。1998年ドラマ、ひとりぼっちの君にで、子役デビュー。ダウンタウンの浜田雅俊演じる、主人公と同居を始める少年。 日々の雄大役を演じた。2000年、平成夫婦茶碗土ケチの花道などに出演。その後、中学、高校の途中まで、ラグビー部に所属し、ラグビーに夢中になるなど、役者活動を一時休止していたが、2004年、3年、ク組、金八先生の出演をきっかけに、本格的に俳優の道を志す。2006年、 青ユうのドジ万世春編で映画初主演。3年 B 組、金八先生で共演した富浦悟氏が弟役、寺島咲が恋人役だった。2008年、アヒルとカモのコインロッカーで第22回高崎映画祭、最優秀主演男優賞を受賞した。2011年、ピースボート、ピースボートマイナスで連続ドラマ初主演を務めた。2015年、 CM 総合研究所が発表した2014年 CM 交換度ランキングの男性部門で第2位を獲得。私生活では2011年7月下旬にファッションモデルの小泉美雪と結婚。慣れそめは偶然の宮で知り合い一目惚れをしたシャイで奥手の浜田が酔った勢いで小泉の電話番号を聞き出したことだった。 2012年1月下旬に第一子となる女児が誕生。3年 B 組、金八先生ではドラマを書き回す存在の生徒を演じたが、卒業式ご担人教師、坂本金八を演じる武田哲也が各生徒に送る言葉をかけるシーンにおいて、浜田に対しては初めて会った時、私は君が嫌いでしたと言い放った。これは、 浜田が俳優をやり続けると予感していた武田が、最後まで役者であることを要求したため、泣きで逃げるな、最後の一行まで粘って芝居しろという要求の意味で、告げたもので、当時演出を務めた福沢勝夫からも、泣いたら殺すなどと厳しい演出を受けたという。小説、ゴールデンスランバーに登場するキルは、伊坂幸太郎が浜田をイメージして、当て書きした。自身が、 キルオのモデルになったことについては役者冥利に尽きると語っている英雄三太郎レギュラー番組過去の番組ありがとうございます。